めます。ご注意ください。ドアを閉めます。ご注意ください。ついてますからね。その点で、ね、雨がひどくなればね、待機すればいいことです。雲のね、行方を一番雲の行方大事ですからね。雲がね、さっさと抜ければね、いいんですけどね。桜駅です。私と同じ名前のね、名鉄の桜駅があります。まあ、イオンのね、新玉橋店からね、徒歩だと15分から20分、私の歩き方で、ね、今車内空いておりますからね、心配いりません。私含めてね、お客様は4名です。綺麗な風景見られませんよね。私はね、まあ、いつ見ていただいてもいいんですけどね。私は桜ですからね、年中満開ですからね。ね、私は名古屋華やかにいたします。神戸なんかどうでもいいんですよ。ね、会社に来て名古屋華やかにね。私ね、神戸より名古屋が好き。神戸よりね、横浜が好き、神戸より札幌が好き、神戸より仙台が好き、いずれもね、政令指定都市です。いずれの都市もチンチン電車がありました。札幌はね、残っております。新線開通いたしましたけどね、円を描いてますよね、循環線ね。循環線はね、丸い穴でしょ。
丸屋の中にもね、チンチン電車ね、それ本当ですからね、くるくる回っておりますからね、円になっておりますからね、その真ん中がね、要するにね、チンチン電車の範囲なんですね。まもなくね、鳴海通過です。鳴海じゃありません、鳴海ですよ。緑区ですね。空いてるからいいです。前後という駅がありますね。前と後ろとかで前後です。前と後ろですよ、なんといってもね。全部それは嘘じゃありません。本当です。前後駅あります。ね、小雨のようなんでね。そこは工夫しましょうか。綺麗ですね。雨に打たれるね、桜もいいですね。風流が風流でね、まあ、打たれてね、散るよりもね、まあ、散ってからもね、水面の桜は綺麗ですけどね。私これついてますからね、お話ししております。ちょうど車掌台の前なんですけど、何もね、迷惑なりませんからね。マイクが目の前なんでね。8分に到着なんでね、あと3分で到着です。まもなく前後駅到着、前後駅通過しそうですね。
通過いたしました。あと2分少々で到着いたします。乗り換えです。三河線に乗り換えです。本日は名古屋の郊外、愛知県の、ね、郊外、名古屋の市街にあります。三河の地域はあまりしたのでいいんですね。赤味噌ね、白鳥味噌です。カスの上、いつでもね、可能なので、まあね、明石公園ね、嘘かどうかはね、この後の動画でね、見てくださいね。私はそんな嘘でね、こんなこと申しませんから。ギャグはギャグ、演出は演出、ね、真実は真実ですからね。はい、ね、普通の名前はありますからね、明石でもね。少しね、雨降ってますね。そんなひどい雨じゃないんでね。まあ、参りましょうか。雲の行方とね。知立駅でね、もし電車1本見送っても15分待てばね、次の電車が参ります。まずは知立駅ね、下車いたします。1枚着込みましたからね。地流に到着です。到着いたしました。今高架工事まで、ね、気をつけます。ドアが開きます。ご注意ください。少し、まあ、大丈夫と思いますけど、とりあえず降ります。今少し止んでおります。発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。高架工事まで今は止んでおります。収めてですね、降ったとしてもね、カメラの水滴で分かりますからね。高架工事ね、随分とね、完成してました、ね。まあ、とりあえずね、支流駅に到着しました。足元気をつけますね。4番線のね、ありえん、うん、8時47分、遅れてもいいんでね。ではね、知立駅到着いたしました。東岡崎方面の急行豊口行きです。新南町東岡崎宮本宿港稲荷
止まります。急行豊橋行き到着です。電車到着いたします。16番線急行豊橋行き到着いたします。新安城東岡崎宮井元宿港伊那に止まります。急行豊橋行きです。急行豊橋行きです。おりますね、はい、日曜日ね。おはようございます。ご忘れ物をお取りください。三沢町の一階です。発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。発車でございます。急行豊橋。こちら4両編成の、ね、急行一宮駅です。正式な名鉄一宮駅。撮影してるとね、電車ね、次から次へ発着いたしますから、ね、今この風景もね貴重なんでね、公開になりますとね風景変わりますからね。手が冷たいです。じゃあ電車ね、2両編成の6000型です。ワンマンです。夏ですが寒いですね。電車がね見えますが、踏切で停止してるようですね。少し前に行きましょうか。あそこ電車見えますけどね。電車がね停止しています。よくわかりませんかね、何があったのか。何らかね、起きないと、そんなこと起きませんからね。あちらの電車です。停止しております、今。緊急警報器はね、まあ、参りますね。
6000円型ですね。よくわかりませんがね。連絡しております。特急名鉄岐阜駅です。8時で到着ですね。こちらがね、特別車両です。西尾の順に止まります。6番線の電車は新安城方面の急行きらりしな行きです。新安城、南安城、桜、南桜、米津、桜町前、西尾の順に止まります。電車参りました。キラキューと申します。役所キラキラネームじゃない、キラキューです。豊田市、佐賀げ、刈谷、碧南方面へお越しのお客様はお乗り換えです。平吉だと思います。難しい。6番線から電車が発車します。ご注意ください。ではね、そろそろね、緊急事態になりましたので、碧南駅です。私が乗車する電車です。15分後にね、参ります。15分後になります。ではね、こちら名鉄名古屋本線のね、知立駅からお届けいたしました。次特急が参ります。起きないでね、ついてると思う。もうエレベーターね、分かると思います。便所に行きます。小さい方ですよ。これ人間ですが普通ですから、そんなことね。ではね、この普通列車犬山行きでね、とりあえず一区切りといたします。